こんにちは、です。今日は「ビヨーンズビタミン E」4月の15日に、えー、と公開された新曲ですね。この曲についてのみお話ししていこうかと思っております。ねえこれ「カゴメのワンデイエナジーバナナ」という飲み物とタイアップということで、えー、とこれ撮ってる日が4月の16日なんですけど。 早速午前中スーパーコンビニ回って探してみたんですけどまあ、まだ売ってなかったっていうことで、えー、とそちらの方の解説はできずなんですけども曲の方はしっかりお届けしたいと思ってますんでお付き合いくださいじゃあ行きましょうえっ、ー、とね一つ目まあいつも通り3つ項目を 自分の中で作っているので、三ついきますので、一つ目から行きましょう。一つ目は、この曲どんな感じの、作家で、えっ、ー、と、どんな内容なのかというところから触れていきます。曲内容ですね。で、二回目は、二つ目は、寸劇。三つ目は。それに対しメンバーどんな感じという順番にします。で、えっ、ー、と、これ作詞、児玉あめこさん。作曲、星部翔さん。編曲、板垣さんということですね。板垣祐介さんですね。で。 この作品まあ最初聞いた時にちょっと年長者ならおやおやおやとみんな思ったと思うんですけど最近のハローありがちですよね。非常にルーツがなんていうか分かりやすくそこに対してなんか親近感湧きながら入っていく昨日深夜の番組でもね、えー、と何でしたっけ「くら替え」でも d j k o さんがお話ししてましたけどね非常に。 DJ 的な目線なのか作曲家的な目線なのかっていうところでもうこれ星部翔さん自体もお話してましたけどやっぱ過去のものと現在のスキルっていうところでミックスしていくって僕も前の動画で言ってるやつですからね <laughs> そんなこと思いましたでもまあここしっかりやってくれるメンバーで児玉あめこさんねもう歌詞は文句なくいいですからそういったところでも児玉あめこさん方面っていうかどうかというところだけど この人やっぱ幅が広いってことですよねそんなことも思いましたで曲自体なんですけどこれねツイートでなんか見てたんだけどトニー・バジル・ミッキーが元ネタだと言ってる方がいてまあそれもそうだなと思いましたで僕的にはなんか疾走感とかそういうところを入れていくのは <music> ラモンズの、えーと「ブリッツ・ブリック・バック」っていう曲があってこれすごく分かりやすい曲なんでみんな知ってるやつだと思って。 この辺70年代のパンクの疾走感入れながらでオルガンがザ・ドアーズというバンド60年代なんだけどのレイマンザレックのオルガンみたいな音なんだがプレイ自体はスピードキングじゃないハイウェイスターディープ・アップルそんな感じでその流れを踏んでいるイントロと 曲構成で曲構成は A メロ B メロ語り入ってそれが C メロなんだろうねそれでサビいくでまたそれ一回繰り返して B メロ的なものをサビ跡に入れで最終的にもう一回サビみたいな雰囲気です、うん、実際は寸劇入れてクレジット5分なんだけどそういう長さは感じないさすが美容だなっていう感じでしたまあその辺かな、うん、バランスいいなっていうふうに思いました で続いて、えー、っと、これは、2つ目に行っていいのかな行きましょうか。寸劇ターンですね。じゃあつ目で。寸劇ターンは、えー、っと、高瀬くるみ入りで、もうこれはものすごい最高です。で、歌のが秘書風みたいな感じ。で、これは最小限で、これもいい。で、山崎ゆはねの、もういいしか言わないけど、山崎ゆはねの、 あの感じも好きだし前ここの押さえも、うん、最小限でテンポがいいんですよね。それでしまくらドーン出てきてまあまあビタミンズなんですよ。いちいち全員ビタミンズなんですけど。何回も見ちゃったなこれこれよくできてんなっていう感じです。でこれがまず寸劇の出だしのところで本編中もいちいちちょっと。 細かいの入ってくるんですけど江口が寝てるところから入りまあ、すげーマイペースに起きてすもうシチュエーションそんな感じじゃないんですけどすげーマイペースに起きてすげーマイペースにほのピーもなんかお姉さん役なのかな起こしに行く学校遅刻するよ的な感じで入るんですよなんかこの辺もわかりそうでわからない感じ最初だったんだけど見ていく見ていくうちに より理解が深めて面白さ気づくっていいうことだとだ思いますでそんな感じっすね。でこのビデオの全体の中でさまざま一人何役とかまあせいぜい2役ぐらいなんだけどやっていく時の感じはもうこれビヨンズ才能にあふれてて可愛いから飽きないんですよね。これ今のこの寸前までまた見てたんですけどまた終わってから見ると思うんですよ。 これやりすぎ <laughs> 俺ともう今だから言うけどっつの変だけど昨日もおとといもビヨーンズの作品見るのに56時間使ってんでもう俺メンバーみたいなもんすね失礼。<laughs> まあじゃあ次行きましょう,もうこ,れこれはまあ全体像ってところなんで。 でじじゃあじゃああそんな中から3つ目面白かったとこって何なのっててなのいます面白かったとこ行きましょうえー、っとねまずねセットの楽しい工夫がいっぱいあってとにかくバナナフューチャーなんですよ。もくもにもバナナえー、っと枕のここにもバナナみたいな感じのでバナナポイントもっと他にあったと思うんだけどそこ全部まではまだあの注目黒板がどうこうとかそういうとこ注目したんだけど見るのめんどくせえと思って曲が耳っちゃったから。 っていうことでございますでまあそれ一つありあとねもうこれは趣味だなこっからな湯ハネの顔芸がいいんですよね。で皆さん山崎湯ハネって美人に見えますかわいく見えますねえこれこれここをね俺かそれを考えながら見てたんですよ。山崎湯ハネはこれかわいいんでいいんだよなとか美人でいいんだよなとか思って見るようにいつもしてるんですけど。 気づきがありましたユハネこれかわいいともビジット帽思ってない可愛さゾーンっていうとこなんですよ。これハッとしたんですけどハローの伝統のあもう俺,俺しか気づいてないてやつこれユハネに失礼になったら悪いけどで俺しか気づいてないとみんな思ってる感じじゃないですか。 で、たどり着いたのは、あもうそれ、分かっててやってんだっていうことですよね。自分の身体能力、表情、それファンがどんな感じかまで、全然違うかもしれないですけどね、そこまで、いってんじゃねえのぐらいも、もう、3日間で18時間ぐらい見てるんであ、もうなってます、そういう、もうコンタクト取ってます。こう思いました。皆いいかかががでででしょうかってことですでうがそれぐらい 顔芸が素晴らしかったったてことねでこれと、ま、もう何人か行くけど西田しおりねこれは MVP かもしれないですねあの1イニングだけ投げてその時が試合を決めるピッチングだったみたいなそういう MVP です何が良かったってねあの私には可能性が詰まってるんだぞいこの 全部でで秒以内ですかもうちょっとありますかそれくらいの一発ですよね。これよかった。これよかった。強い。うん、いい,い,いコースいってる。るいやよかったな。これ何回も、ね。でなぜ何回も見たかというとここねポイントあって。 何人が覚えてらっしゃるかご存知か分からないですけどセカパカっていうねこうセ,セパ交流戦ですよプロ野球の。があったんですけど、まあ、今もある予定だったんですけど、ね、今シーズンどうなるか分かんないですけどそこで2017年に千葉マリンスタジアムで「マ,キマリアが始球式やってるんですよモーニング娘。」全員集合で一曲歌ってねそれで始球式やるんですけどその時に。 結構いいピッチングしでマウンド上でジャンプして最後このポーズやってんすよ。でこれこの曲前サビ、えー、とまず1番はユハネ・クルミンが前出ししてて後ろの子何人か2列目があるからね何人かとあと2番はシオリンがまあ一発1人で後ろ何人か。 で、最後実はもう一回サビがあってそこはミーミーなんだけどミーミーはなんかチアリーダーのミーミーになっててそこだけこれを採用しないんだけどこれね何人がお気づきか分かりませんけど仕掛けてんなーと思いましたね、うん、見逃さないぞ <laughs> 違ったりしてねここまで言っといてそれと関係なかったり、うん、まあそんなことを思いましたってことですでえっとまあ大体 気になっっったたとこっていうのは今言った子たち、まあ、僕が好きで気になってこんな辺見たら面白いんじゃないっていうことでございました。ではまあまあまあどういうことだったかというともうテレビで出演に多分合わせて昨日リリースだったのかねリリ,リリースイベントだけどライブがあればライブでやってたんだろうけどねそういうふうに思いましたよ。うん、これ見れ見なないいのがちょっと寂しいなんか一緒に なんていうのかな現場で育てていけないのがちょっと寂しいなと思うとこあるけどまあこれ言ってもしょうがないからだがこれ僕面白いいと思いますよみんな思ってるだろうけどねうんなぜかといったら踊ってみた系のの需要にががるのがすごく想像で,きるんで,すよでもね今年学祭とかそういうのもどうすんだろうね俺学祭とかあったらこんなのさすげえやりたいと思うもん。<laughs> ね、俺はやんないだろうけど、あの、女の子で若かったらとここまでたれ場だったら例えてないかもしれないけどね。そんなふうに思いました。二次創作系がしやすいところの要素が満載で、で、ビデオンズらしさもあるし、曲も元気で可愛いで、何よりタイアップがあるじゃない。これがちょっと話題性あっていいじゃん。で、なんかそれ揃って,て最高だなって思いました。うん、最高っすね。で、あとはまあ、 うんこういう曲続けてやっていくのか今年ってところで時間があるからねレコーディング他にしてたりしてセカンドアルバムとかになるのかちょっとその辺分からないですけどこの何年何年かだって何日かでいっか何日かの美容の動きっていうのは楽しいなと思いましたまああとで、ね、く替えの話もしてもいいしいろいろ入れてもいいんだけどこの辺でいいかな今日は。 ね、じゃあまあ平日ですが日中ですが、うんまあ、良いワンデーを過ごしていくというような感じで今日もやってまいりましょうおっとではまたお会いしましょうありがとうね